緊急動画です。何緊急ですか？あのですね、今日はちょっと YOSHIKID と、他企画の撮影をしようと思ったんですけど、どうやらですね、トカゲくんがですね、先週末学校行事がありまして、今日平日なんですけど、振り替え休日で家にいますあ、なるほど。はい、もうじきお昼なんですけど、昼飯どうしようっていう緊急動画です前ほら弁当を切ってちょっとやって、今日はちょっとその番外編じゃないけど、昼ご飯を作ろうかなと。ほうほうほう、せっかくだから。ほう、ただまだ何にも聞いてないです、リクエスト。ああ、なるほど。聞いたものを作らなければいけないという企画にしようかなと。じゃあ緊急動画ですというわけで、じゃあ一応オープニング、コンコンコン、キツネさん、はいはい。今から聞きたいことは、お昼ご飯のリクエストを聞いていいですか？うん。何食べたい？ハンバーグ。ハンバーグ？うん。ほう。ほう。いきますか、ハンバーグじゃ。俺でもハンバーグ過去に冷凍でいただいたの失敗した男だけど大丈夫？失敗したの？失敗したよ。冷凍？冷凍のハンバーグ。いや、行くと難しいんだよ、冷凍って。火が通らないの、なかなか。じゃあハンバーグです。はい、行きましょう。決定です、ハンバーグいや、今回はでも普通に前弁当機はレシピ見ないけど、ハンバーグはレシピ見るよ。一応本当に昼ごはんだから見るから、だからレシピを見ながら、ハンバーグを作って俺たち2人で食べようかな。はい、じゃあ行きますか。というわけで、じゃあ、ハンバーグの材料買い出し行ってきます。はい。玉ねぎのみじん切り1個分と、そんないるの？ただレシピ見た限りめちゃくちゃ簡単だよ。玉ねぎ切って牛肉と混ぜて、調味料入れて炒めるだけ、これなんかレシピ本には25分って書いてあったよね。書いてあった、ね、無理だね1時間コース。プチブランチですげえやばい包丁買ったんだよ。マジで？これめっちゃ欲しい。こんな玉ねぎいんの？本当にマジで言ってんの？みじん切りってこれで合ってんの？合ってます。みじん切りになってないけど、なんかみじん切りしてくれる機会がねって、右目だけ言って右目だけ多分ちょっと本当はなんか電子レンジで温めたりすると痛くならないって多分。ごめんごめん、急に思い出した。なんでなんだろう、超痛いんだよね、目が。下ゴルフなのに。いや、関係ないと。みじん切りで15分経過しました。やばい、多分みじん切りいけたでしょ。いけました多分。こちらあ、いい匂い。いい匂いだな。パン粉に牛乳を湿らせるっていうところまで来て、俺見てたら4人分だったの。でも2人やから全部ちょっと計算してやってます。はい、今とりあえずこれ何グラム400で、これが200じゃんってことは、コンソメの素が大さじ1、大さじ1だから大さじ1の半分いいか、目分量で半分。うん、そうしよう。いや、俺が今やってるから。え、そういう時だけうんって自信満々に言うの。そうしてくれる？あれ、こうした、ちょっと俺美味しいのマジで作りたいんだ。そのいつものいい加減な感じとかやめて。いや、自分弁当作った男なんで。ベニヤ生姜焼きでしょ。え、美味しいけどベニヤな生姜焼きでしょ美味しいけど見た目はベニヤの生姜焼き。じゃあ見た目じゃない、ん、食感もベニヤ胡椒少々出ました。はい、ここでクイズです。胡椒少々というのはどれぐらいでしょうか。よし、これであとはハンバーグを。すごいでしょ、やったことある風でしょ確かに。ちょっとなんかさ、あとパンパンみたいなイメージあるけど、こういうなんていうの、空気抜くハンバーグって、この。そうなんだ、空気は抜いてあげる。
抜き抜きの身のまま。なんかちょっとやらしい。もうやめてよ、しき。そっちに持ってるの。え、これ本当に2人前？ちょっと少なかったな。まあいいや。あれ、足し足し並みなりがいる。足し足し並み人がいる。よし。それではあと焼いたら終わりだから。そうだ。この辺はもうあれだね。さじ加減。うん。これは俺のごめんなさい。隠し味だ。でラップをして2分30秒加熱。そうこうしてるうちにもやしができて付け合わせ完璧。お、絶対この油正解だった。ちょっと入れてみようか。本当に？ちょっと味が薄かった。まあいいか、子供なし。いよいよ。いよいよ。ようやくやってまいりました。開始1時間10分ほど経過したんですけれども、はい、炒めるとこまでやってまいりました。よし、行ってみるか。3個は焼き目なの、これ。いけっかな。最後に、気持ちを込めての。あ、やべ。あ、角度変わっちゃった。あ、爽やかみたいな形になった。たまら。やばい。つい。いけねえな。ちょっと、2個で。返せなくなった。とりあえず、高木君のやつを。今何秒？何秒？うん。1分だから。1分で裏返すから。OK。今20秒。本当に？うん。5、4、3、2、1。あー、焦げてるじゃん！焦げてるじゃん！早めに弱火にする。決めた。レッツゴー！ちょっと弱め。どう？オッケー。ちょっと裏ももう来てるよ、だいぶ。どうやったらできんじゃん、ハンバーグ。裏も一緒ぐらいいってんじゃん、これ。弱火で蓋して蓋して、ご飯。ご飯なんて絶対真っ黒になるって。100% 真っ黒になるでしょ、これ。もうダメだよ、これで失敗したら。もう最後の望みだ、俺のご飯はもうないけどね。びっくりドンキーみたいな空が出てきた。え？せっかくだからな、プレートにして。ね、いい。炊きたてのお米。俺マジで信用できない。今日思ってマジで強火とか弱火問題。一回見た方がいいんじゃない？大丈夫。危ない。じゃあ裏返しに。おお、いいじゃん、いいじゃん。美味しそう。もういやー、マジで昼ご飯とか大変だね。すっごい機嫌悪くなったもん、今焦げた瞬間。だって俺何も今は本当に悪くなった。強火で1分って言ったから、1分やったもん。真っ黒いな。何を言ってんの？やからじゃない。あれんじゃねえのか。やから。見てんのか。個人の入選で。あと1分ちょい。1分？やばいね。タイマー。一回見逃しとこうか。失敗だから。おー、いいね、いいね。美味しそう。ハンバーグってやっぱ難しいんだな、焼くの。うん、と思う。おお、美味しそう。いけた？できたね。リアルに作ったから、ね、
どう見た目の感想は。なんか美味しそう。ね、美味しそうだよね。あ、火取ってるね、ちゃんと。取ってる？うん、よかった。取ってる、取ってる。ちゃんと焼けてるわ。どう？美味しい。美味しいってよ。あ、聞き直したよ。うまい。いい感じ？よっしゃ。あ、マジ疲れた。色合いもなんかすごいいいね。やっぱこうやって乗るとね。できましたよ。できたね。マジ1時間半ぐらいかかったけどね。3倍かかってるね。ね、3つ作るはずが1つになっちゃったしたけど。え、俺が作ったとは思えない感じ。結構食べてるもんね。嬉しいね。いや、普通に美味しそうだった。こういう風に作ったものを食べてくれるって。ハンバーグごときでごちゃごちゃ言ってんじゃねえって思うかもしんないけど、マジで俺料理やんないからな。結局弁当切って言っても弁当一回も作ってない。でも詰めたりしてるじゃん。うん、作ってくれたやつを。みんなが俺への信用がないから、もうできたやつが置いてあるもんな。あと詰めといてくださいみたいな。足りる？ごめんな、本当はもう一個ぐらい作ってあげたかった。痩せた。いや、変わんない。命がけだったわ、ハンバーグ。もう無事にね、緊急動画であったんですけど、はい、いや、大成功だと思う。大成功、うん、結果めちゃくちゃ美味しそうだ。マジで作ったことないから。あの、子供の頃母親にこねたりをお手伝いでやらせてもらったことはあるけど、多分ないと思う、うん。まあ、ただ数々のこのハンバーグ食ってきたから締めてもらっていい？よしきりもやっぱ数々言ってるでしょ、ハンバーグ手ごねハンバーグ。バカだな。というわけで、じゃあまあ無事にトカゲくん美味しかったってことでいいですか？うん、大成功でよろしいですか？うん。ねえねえ、遊ばないで食べてよ。ハンバーグは完食してます。好きなものから子供は食べる、うん、というわけで大成功です、はい、やりましたというわけで、今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます、はい、もしよければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それじゃあ皆様素敵な一日をお過ごしください。じゃあね、世の皆様、いつもご苦労様です。お昼ご飯。中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。